テリー土屋の車の話、出張坂本店のコーナーです。やってまいりました。やってまいりました。今日は筑波サーキットメディア対抗ロードスター4時間耐久レースにやってまいりました。ひろきさん、今回はなんと、はい、豪華ゲストが来るということで、はい、ちょっと呼んでいただきたいなと。早速、はい、お呼びしたいと思います。まずは1人目、グランツーリスモドライバーでもある張和樹さんです。よっ、スーパー和樹さん、真ん中へ、真ん中へどうぞ。はい、おお、なんか今回本気ですね、ラインナップは。本気ですね、はい、はい、どうですか、この場に来て今のお気持ちは。この場に来て、いや緊張してますよ、はい、雨ですしね、怖いんでゆっくり走ります、はい、ゆっくり走らないでください、早く走ってください。張さん普段からね、自分の車でサーキット走ってますから、もう余裕ですよね。まあ任せてもらえれば。お、いいですね、自信の表れが。まあ今回ファステスト記録してくれるということで楽しみにね。あの燃費走行なんでファステスト記録されると困るんですけどね。あ、そうですね、はい、はい、で、あともう一人ですね、はい、そしてですね、はい、もう一人のドライバーをお呼びしたいと思います、D1 ライツに参戦されている玉木椎名さんです。お、真ん中にどうぞ。好一点ですよ、はい、好一点でございます。はい、よろしくお願いします。はい、今のお気持ちはどうですか。実はドリフトでも筑波サーキット走ったことなくて、まさかのグリップで筑波サーキットデビューということで、あのめちゃめちゃ緊張してます。よろしくお願いします。あ、でも大丈夫ですよ、今日雨降ってるんで結構滑りやすいから、はい、あ、もう余裕でアドレスしながらね、ファステストを記録してくれる。そう、本当にグリップは素人なので、あのちょっと先輩方に助けられながら足引っ張らないように頑張ります。お願いします。そういえば山中さん、はい、出走順うちら決めてないじゃない。はい、そうなんです。あの事前に予選のドライバーと出走順を決めないといけないということで、はい、予選僕行っていいですか。あ、いいですよ、はい、あの今年こそはポールを取りたいと思ってますので。あ、そうね、はい、まあ、大雨になったら僕が行きますので。分かりました。雨得意なんでね、はい、あのドリフトドライバーもいますし。あ、そうですね、もう鬼にかなぼうというところではあります。はい、はい、はい、まあ、そしてじゃあ予選は僕が、あ、分かりました、雨じゃなければ行きます、はいはい、であとはスタートドライバーから最後まで走る順番を決めないといけないんですけど、す、ね、今年は去年と違ってドライバーが4人なので、1人ダブルスティントやらないといけないんですよ。まあ、自分が、まあ、前回もやってるんで一番出走行きますよ、はい、そうすれば回しやすいじゃないですか、初めいろいろ準備とかあると、はい、まあ、ただ事前に申請が必要なんですよ、実はスタート前に出さないといけないので、ね、はい、誰が2回行こうかと。あ、そっか、いうところなんですよ。まあお任せしますよ。お任せしますというか、はい、2回やりたいですか、どうですか。あ、僕ですか。まあ、監督がね、2回行くのが、まあまあまあ、はい、分かりました、僕が2回行きたいと思います。はい、はい、じゃあスタートはまずひろきさんに行っていただいて、はいはい、じゃあ2番目、3番目、4番目と、この目が僕なので、そうするときっと、はい、の方がいいですよね、きっと。まあそっちで、はい、じゃあ最後の2スティント連続でってこと。あ、ダブルができないんで。あ、そういうこと、はい、じゃあ俺1番行って、じゃあ1番、2番で行きましょうか。1番、2番、3番、4番、おで、また終わると。で戻ってくる、はい、じゃあそれで行きましょう。はい、それで行きたいと思いますので、はい、一、はい、日頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。メディア対抗4時間耐久レースはですね、まあ、普段こんな芝居体を書いているジャーナリストや編集者の方々がですね、このロードスターを通じて車の楽しさ、皆さんこんにちは、藤尾元井張和樹です。今回ですね、こういう場で立たせてもらってるんですけど、普段はですね、あのグランツーリスモで e スポーツやったりとか、まあ、自分の86レースやったりしてます。今日ウェットなんで、安全に壊さず、松田さんに車を今のままの状態で返すっていうのがまず大事なんで、そこを意識してやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、恵比寿戦は応援ありがとうございました。藤野選手は優勝して、私はちょっとやらかしちゃったんですけれど、次戦もあるので引き続きウィキテリアと東洋タイヤーズの応援よろしくお願いします。以上です。今日の意気込みはどうですか。今日の意気込みは足を引っ張らないことです。あと車を無事に帰還させることが目標なので、ちょっと練習走行長めに撮ってもらったので、そこでちょっとフィーリングをしっかり掴んで本番に備えたいと思います。頑張ってください。応援してます。
はい、ということで練習走行が終わりました。はい、はい、無事無傷で、はい、いや無傷、まあ、ある意味普通は、ね、あるんですけど、ね、はい、ひろきさんどうですか今年の練習、まず去年と車なんか違うとこありました？いや特に何も変わらず、はい、ただちょっと路面濡れてる感じですけど実際ドライみたいな、はい、まあ、多分予選はドライだと思うんで、うん、ここはね山中さんにぶっちぎってもらって、はい、よろしくお願いします。はい、フリー走行走ってみてどうでしたか玉木さん？はい、一番時間長めに取らせてもらったんですけど、やっぱ最初はちょっとコースも初めてだったので様子見ながらで、あともう皆さんのアドバイス聞きながらちょっと調整中ですので、本番までには何とかあと何秒縮めればいいですか？2秒、目標は2秒縮めれるように頑張ります。はい、兄貴どうでしたか？兄貴世界の超どうでした？僕の時に燃費測ってたんですよね。で、まあ、最初に出した作戦通りに走るとちょっと燃費良すぎるかもしれないんで、もうちょっとねこう燃料使ってもいいのかなっていうのが分かったんで、まあ、いい練習だったのかなと思います。はい、はい、ということでこれからですね、今ねちょっと雨が降り出したんで予選どうなるか分からないですけれど、私が予選でいい順位を獲得できるように頑張ります。お願いします。5番手なのかな、まあ、最初の10分がすごく雨が降ってて、まあ、初めての僕としてはつくばの雨のロードスターというコンディションですごく滑りました。自分が予想よりも滑って2周目とかで回ったりとかいろいろあったんですけど、まあ、どれぐらいで滑るのかっていうのも分かりましたし、まあ、後半内圧1回ピッタリと合わせて、でその後は結構ねいい感じで来てて最後ドライアップしてきたんで、これはいけるだろうと思ったら最終ラップまず1コーナーからダダ滑りっていうところと、まあ、結構ミスあったんで、それなければフロントロー、まあ、もしかしたらポールも狙えたんじゃないかなって思うと、非常にちょっと去年に、ね、続いて悔しい予選にはなったんですけど、まあ初めてのコンディションで考えれば上出来かなっていうふうに思ってるので、まあ、あとはね4時間のレース長いですから、予選の結果はまあ置いといて、はい、頑張りたいと思います。はい、先ほど無事予選が終わりましてですね、はい、なんと我々テリー土屋車の話チームはなんと5番手と、はい、去年より後ろになりました。いやでも最後やっぱ雨で乾きながらのアタックだったからみんな探り探りだし、はい、やっぱ最後まで走ってないとどの位置で帰ってこれば分かんなかったじゃない。最後ねもう一周行けるようにギリギリ通過できるように調整すればよかったんですけど、その前の周でめちゃくちゃ詰まっちゃって、ああそういうこと、そう、それでどっちがいいかなと思って待つのと待たないのどっちがいいんだってなって行っちゃったんですよね。まあ、それが結局焦っちゃったのかなっていう気もしてたんで、ああなるほど、ね、ちょっとねもったいないミスだったかなと思います。まあ確かに確かに、はい、ミスしなかったら何番だった？ミスしなかったらフロントロー並んでたと思う。まあでもちょっと惜しかったね。そうですね、まあまあでも難しいコンディションだったから、めちゃくちゃ難しいコンディションでした。大健闘でございます。ありがとうございます。はい、はい、さあどうでした実際見てみて、翔さん。
そうですね、あの一番最後に本当に最後のアタックでタイムでき出したところはちょっと男を感じましたね。あ、じゃあ玉木さんどうでした、実際ドリフト目線から見て今回のこの予選、はい、ルートも一緒なんですけど、やっぱそのスタートの状況からどん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 路面が変わっていくところに対して、うん、やっぱ自分の中で組み立ててその最終に向けてどんどんベース上げてるのはすごくやっぱかっこいいし、自分も勉強になるなと思いましたので、入って 1,2 周目でいきなり前向いて入ってきましたからね、はい、それはドリフトしたかったのかな。あ、ドリフトじゃない、そう、そんな感じでした、まあ、ということでこれから本戦、夕方4時スタートでしたね、しばらくちょっと時間があるんですけど、はい、これからしっかり準備して、決勝行ってみたいと思います、はい、頑張ります。引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでついに決勝スタートまで1時間を切ろうかというところなんですけれども、はい、あの予選の結果に実は変動がありまして、良かったじゃないですか、はい、なんと5番手から上位のペナルティによってなんと3番手からスタートすることになりました。世界の山中3位、はい、はい、なんとかね、はい、でもタイムは5番なのは変わらないんで、そこはね真摯に受け止めないといけないんですけど、はい、いやでもなんかポール取るって言っててね、ちょっと3位だったんで、ね、はい、そうなんです、あのすでに格好悪いことしてるんで何も言えないですね。はい、というわけで、でも嬉しいんだよね、そう、嬉しいことには嬉しいです。去年よりグリッと上からスタートですからね。確かに確かに、そうですね、はい、はい、ということでスタート前です、どうですか今のお気持ちは。もうずっと私は空ばっかり見てます、なんか曇ってて、なんか張さんが嵐を呼ぶ男だって噂でお聞きしたんですけれど、そんなクレヨンしんちゃんみたいな名前なの、嵐を呼ぶ男。まあよく雨男なんて噂されてますけどね、はい、第一スティント担当するの僕なので、はい、あのしっかりね皆さんに1位でつなげたらいいなというところでございます、はい、まあ、ペナルティー消化あるんでね、ちょっとね順位変動あると思いますけど、まあ、しっかりそこを生かした戦略をあの監督の山中さんがやってくれるそうなので、はい、期待していきましょう、はいはい、というわけで優勝目指して頑張っていきたいと思います、皆さん応援をよろしくお願いします、頑張ります。はい、改造車買取専門店改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。